皆さんこんにちは。今日はまた久しぶりの動画になってしまったんですけれども、カメラのお話をしたいと思います。オリンパスのペン EP7 でございます。これ実はですね、まだ買って4、5日くらいしか経っておりません。本当に買ってほやほやなんですね。どうしてこれを買ったのかと言いますとね、実はですね、ちょっと最近蒸し暑くなってきて、でこうちょっと季節の変わり目って体力的に奪われませんか？どうですか？疲れたなって思う時にですね、まあ日頃スナップするのが私大好きなんですけれども、カメラを持ち歩くっていうことにやや疲れてしまったんですね。でも元々軟弱なものですから、重い荷物が大嫌いということで、まあ、小型でなるべくですけれどもね、軽めのカメラをまあ選んでいるというか、まあ、希望しているわけで、で例えば、この私のチャンネルをご覧になっていただいている方ご存知かもしれませんけれども、まあ、メインで使っているのがライカの、M10P というカメラで、やっぱりレンジファインダーなので小型なんですね。ただやっぱりこうすごくずっしり感はありまして、レンズを選べば、まあ、かなり小型軽量っていう感じにはなるんですけど、ちょっとこうね私の好きな望遠鏡のレンズをつけてしまうとやっぱりずっしりしてしまう。それから富士フィルムの XT5 も小型になりましたし、レンズを選べばかなり軽量なんですけど、まあそれでもねちょっとあれでも大きいなとか、さあ行くぞカメラ今日はどれにしようかなっていう時に、まあ、今日はいいかなみたいになることがちょっと増えちゃったので、それは悲しいなと思っていた時に、もうずっと気になってたんでこれを導入してみましたが、すっごく良かったっていうのがここ3、4日買ってからの、まあちょっと買ったばっかりってどうしてもね興奮してますし嬉しくなっちゃうんで、ここから引き算するのかどうか分かりませんけれども、まあでもこの最初の感触って大事じゃないですか。それでやっぱり今のうちに感想を語っておきたいなと思って、今動画を回してるんですけど、どうですかこの小ささ、やっぱりいいですよね。もうスペック的なことなどはもう2021年6月、今2023年6月なのでもう2年くらい経ってるカメラですからね、いろんな方が詳しい情報を動画などで紹介されてると思うので、そういうところはまあいいかなと思うんですけれども、私ちょっと今これレンズはですね、オリンパスのレンズではなくて、OMD の、EM10M3 というカメラを買った時にですね、パンケーキのちっちゃいのが欲しくて、ルミックスの20mmF1.7 っていうすごい可愛いちっちゃいレンズを一緒に買った。このレンズがねすごくいいんですよ。安いのにねびっくりするいい写りをしてくれて、これが 83g ぐらいだったかな。で、こうカメラと合わせてでもですね、これでだいたい 430g ぐらい、430、もうねなんかカバンに入れてても全然苦じゃないし、斜め掛けしてても全然気が楽だし、ちっちゃいからねどっかにゴンってぶつけちゃう心配とかもほとんどなくって、体にフィットさせとけばすごくいいので、いやーもうこれほんと楽しいです。で実はですね、これを選んだ最大の理由になるのがここのこれですね、この切り替えボタン、ここで一発でモノクロにいけるっていう、これをねずっと気になってたんですよね。実はもうちょうど1年くらい前かな、半年くらいかな、プロのフォトグラファーさんと一緒にフォトウォークを楽しんでいた時に、彼女がサブカメラって言ってこれを持ってたんですね。で、あ、ちょっと気になってたやつだと思って、でちょっと見せてもらったら、ここで一発でモノクロに変えれるよっていう機能を知って、あ、そういうことができるんだっていう、もうそれ一番気になってたんですね。やっぱりモノクロ専用機っていうのが今また話題になってて、めちゃめちゃ気にはなってるんですけれども、それは一旦置いといて、自分で持ってるミラーレスのカメラでモノクロに切り替えようかなと思う時に、
やっぱりこう、なんでしょう、メニューとかから入ってって、みたいな、こうやって探して、それで、あ、モノクロあったあったみたいな、で、またモノクロでな、どれにしようかなみたいな、ちょっとその、数アクションが踏み込めなくて、せっかく、あ、モノクロも楽しいなと思ったり、あの、XT5、富士フィルムの XT5 のモノクロ、すごい綺麗に映るので、アクロスとかを選んで楽しいんですけれども、数アクション踏むのをちょっとなんか、間に合わないというか、ちょっとめんどくさがったりとかするともうね、モノクロ取りそびれちゃったりするので、今日はもうモノクロしか取らないぞっていうモノクロ縛りにしとかない限りは私あんまり取らないなと思ってたんですよ。ところがまあこれだったらすごいもうワンアクションピッピッなので、あ、これモノクロ楽しいかもな。でしかもね、数種類4種類ぐらいのモノクロをここから選べて、そこからさらに色味とか明るさとか、あとこうちょっとこう黒をもうちょっと濃くとか低くとか、白をもうちょっと明るいところをもうちょっと低くとか、そういう設定もすごい簡単にできるのでいいと思って、いや買って正解でしたね。ということでパチパチもうモノクロいっぱい撮って、まずこの数日間で、でやっぱりちょっと疲れてきたとか写真撮るのめんどくさくなってきちゃったっていう人にすごくいいですよっていうことと、もちろんやっぱり小型軽量っていうところでこれから写真いろいろやってみたいかなっていう方にも、何しろボディが今やっぱりいろいろ価格も高騰してたり手に入りにくくなってたりとかする中で、新品で7万円台で買えたりとか、ルミックスこれ本当におすすめです。これ3万円以下で新品で買えると思います。いいのっていう感じのいいねボケ感も作れるし、でレンズ交換式でだけどこの姿形ならもうほぼほぼコンデジみたいな雰囲気でも持ち歩けるし、いやこれはいいなと。だからいろんな世界があっていいですけれどもね、本格的に大きいので撮りたいっていうマインドの時も私もあるので、そういう時はそういう時で、あ疲れたっていう時はもうしばらくこれでまたちょっとこう休息する。でもその時の枚数ってすごかったりするんですよね、こういう軽いカメラだと。機動性の大きさっていうことを今日ここでちょっとしっかりお話ししたいなとは思ってたんですよね。やっぱりいろんな価値とかいろんなアングルっていうのが写真とかカメラをめぐってあると思うんですけれども、その中にスナップが特に好きな方は機動性っていうその何て言うんでしょうね、基準っていうのはすごく大事になる、人生において大事になる時があると思うんですよね。でその意味でもうこちらを導入することによって気楽に枚数を多く日常の中で楽しくできるっていうのはとにかくこれで叶えてもらえたかなって今すごく思ってるんですね。でそのものすごく大きなポイントもう一つあります。スマホ連動がすごい、めちゃくちゃ優秀。ライカのカメラも今のものはスマホ連動できるし、もちろん富士フィルムもできるんですよ。でもね、富士フィルムのがどうしたことかね、ペアリングがうまくいかないっていう声が結構聞かれますし、私自身もなんで今日こんなにいかないかなみたいな時があるんですよね。 iPhone の13を使ってるんですけど、で読み込みもね、まあそこまで早くはないんですが、これびっくりしました、サックサク。というのもですね、例えばまあSNS に私みたいに気楽に日常のこんな風景可愛かったよみたいなのをパッと上げたい人にとっては、そんなに重たいデータとかローをすごいいじってっていうのをやりたくない時もあるんですよね。やりたい時もありますよやる時もあるけれども、もう取っ手出しでもうこんな感じっていうのをどんどん出したい時はスマホ連動サクサクがいいんですよね。そうするとこれ例えば SNS だったらそんなに重たい画素数とかピクセルいらない、で例えば長辺2048ピクセルでもうこれで転送しますっていうのが設定できるので、そうするともう2048ピクセルだとパーってこうすごいスピードでいくんですよ。でスマホにねやっぱり読み込ませる、持たせとくデータとしても重くない方がいいので、それでどんどんいってくれるっていうのにめ
ちゃくちゃ感動しましたね。いや、もしかしたら富士フィルムのアプリとかでもできるのかもしれないんですけど、あのそこにそんなに簡単に到達していないということは、ちょっとこう操作がなんかあの説明書とかを読んで必要なのかもしれない。これ私全然説明書読んでませんので、読んでなくてそれがもうスマホ連動パッ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 っていうのができちゃったので、なんて優しいカメラなんだろうってなんか感動しますよね。あのすごいいいカメラも本当、あのいいというのはね、例えばまあいろんなことをあの結構あの本格的にできますっていうのもね、あのいいんですけど、まあ時に人はね疲れることがあるんですよでこういう時にね、やっぱこう機動性高く楽しく撮れるっていうのはね、もうめちゃくちゃいいなと。ただね、あのいろんな方おっしゃってますけど、バリアングルにはなりませんし、あのチルトだし、そしてね、まあここが私最大ちょっとだけこのカメラに関してうーんって最後まで悩んだのは、ファインダーがない。そしてなんとフォトシュアというか、このここにね、あのさせる、あの光学式ファインダーもないみたい。あのちゃんとした純正の、もちろん電子ファインダー、電子ビューファインダーもないあの売ってない、外付けもできないんですよ。もう本当これでいけと、もう液晶でいけっていう、もうその限られたペン F ですか、デジタルでペン F、 もうそれこそ2016年ですから結構経ってますけど、人気のカメラですよね。もちろん検討しました。あれはここがバリアングルになったり、まあ、私はあんまりバリアングルはいらないんですけど、やっぱりファインダーがある、あれでちょっと悩みまして、でダイヤルもねここじゃなくてこの辺にあったりとかねしてね、あの本格的というか、そのあの質実剛健さっていうのはやっぱりかっこいいんですよね、 PF はね。まあそこで悩みましたが、まあ、ちょっとスマホ連動がめちゃくちゃ良かったし、本当これでいいかな。で、あの人に威圧感は与えないんですよね。こうやってこう街中でこうやって撮ってるよりも、なんとなくチルトでこうこうやってあのね、あの動かしてなんとなくやってる感じってあんまりこう人に威圧感を与えないので、まあスナップ向けとしてはまあいいのかな、ね、あとこれだったら誰かに渡し撮ってっていう時も、あんまり撮ってって何気なく言ったお友達がはいってやるパターンはあんまりなくて、大体皆さんこうなるので行くよってスマホ感覚にはなると思うので、あの、うん、これでいいのかなというふうにね思いますですね。はい、でレンズはそんなわけでルミックスを使ってるんですが、あの OMD EM10 Mark III の時にオールドレンズも使ってまして、これねちょっとあのマイクルフォーサーズのアダプターをつけるとですね、この分アダプターになっちゃうから半分近く分厚さがねアダプターで取られちゃうんですけれどもね、このレンズめちゃくちゃまた気に入ってます。これは F 随行オート S、50mm1.8F1.8 キラー、これ綺麗な本当に安価なキットレンズの代表格だったみたいです、1970年くらいに。なのですがこれすごくいいんですよ、あのボケがすごい綺麗だったりとか、またあの OMD EM10 Mark III はそんなに画素数もないカメラですけど、なんとも言えないねいいこう味が出る写真をねこれで撮れるので、まあ、これちょっと分厚いからつけた時大丈夫かなってこのペンの場合ねちょっと心配だったんですけど、意外と意外にもこのグリップがそんなに悪くはなくて、つけてみますが、あ、いけるっていう感じでしたね。はい、もうよりクラシカルな雰囲気になって、どうですか。うん、全然ねこれ大丈夫でした、グリップ。ここにね、もう今更紹介するまでもないかもしれませんけど、あの私の手はあんまり大きくないので逆にこのくらいで持ちやすくて軽く感じます。うん、まあこれであのちゃんとこうねマニュアルでフォーカスを合わせて、で、まあ
なんて言うんでしょう、こういうカメラってアプローチしやすいので初心者ですという方ね、私ももうそんなようなもんなんですけど、あの一番こう写りの面で気にされるとやっぱりどんどん楽しくなるのかなって思った部分が、最近思ったのが、話カメラからちょっとそれないけどそれる ISO ですね。 ISO 感度っていうところやっぱ結構大事なんだなと思いました。まあ、私の友人で本当に最近カメラ始めますっていう人がいて、で一緒にこうフォトウォークしてた時に、なんかうまくいかないみたいな感じで、どういう風に撮りたいのって言ったら、もうちょっと暗めの写真が欲しい。でその時その人はあの F 値優先、絞り優先モード、 A モードみたいなもので撮ってたんですけど、あのどうしても夜もう暗めだったんですけど明るい雰囲気になっちゃってたんですね、写真がね。でまあシャッタースピードとかを変えたらどうみたいな感じでやってたんですけど、やっぱりね最終的には ISO 感度ですね、そこをいじるとどうやらその人がイメージしていたちょっとこう深い感じの、暗いけどなんていうんでしょう、ただこう明るさなんか露出が足りませんみたいな雰囲気ではなくって、味わいとしての影とか、あのそういうところを撮りたかイメージがあったようなんです。ただこうまだカメラ持ち始めて間もないとそのイメージに近づけるには、あのまあ普通はあの明るさ調整みたいなプラスマイナスでこう下げてったりとかいうことをやりますよね。でもちろんそれでもいいのですが、なんかねこう深みのある味わいみたいなのを撮りたい、それを暗さで表現するってなったら A モードでプラスマイナスいじるとかではなく、結局はね ISO 感度なんだなってその時研究してて思いました。なので、こういうカメラでも日常のちょっとしたあのお気に入りのなんでしょうね、食器とか撮りたいなみたいな時に、あの ISO 感度をオートにしておくのではなくて、室内でも、まあ、例えば200とかにして、 あとはこう絞りとか、シャッタースピードでこう調整をしながら、あの真っ暗けっけの写真にならないようにしながら撮ると、やっぱりねあのこうきっとこう少し深みのある写真撮りたいなって思ってらっしゃる方はいいんじゃないかなと思ったんですね。でそういう撮影にもあのこのペン、EP7やりやすいですね。この、 あの2つダイヤルがあるので、ここで絞り値とあのシャッタースピードをいじれますので、 ISO 感度を下げておいてもここでこう2つの、ね、ダイヤルでくるくるってやりながら真っ暗けっけにならない写真だけど味わいのある雰囲気みたいなのが撮れるのでちょっとやってみたい、イメージしてる写真があるっていう方とかもあのアプローチしやすくてちゃんと、いけるというわけで楽しいよだからねちょっと最近疲れてたけど、あまたカメラ持って、バシバシやるっていう、で特にやっぱモノクロすごい楽しいので、あの急に増えましたモノクロ写真が。というわけで今日はオリンパスペンの EP7 を今発売から2年経ちましたけど今買ってみて面白いよっていうお話でした。それではまた。